里崎チャンネル、こんにちは。さあ今日はですね、あるところから里崎チャンネルがスタートします。さあ、あるところとはどこなのかね、すぐ発表します。こちらです。じゃーん。こちらはですね、コナミクリエイティブセンター銀座ね、コナミさんの心臓部です。こちらですね、 e スポーツに特化したスクールがある。しかもそこで e スポーツに習った技術もしくは育成などもしっかり行うスクールがあるというところですね。さすが今回プロ野球もオフになってしまったんで、オフになっても野球を楽しめる、ね、というところで今日はこちらコナミさんに突撃しましてですね、コナミの心臓部を皆さんが知らない心臓部を里崎がお伝えするという今日は動画になります。皆さんぜひ最後までお楽しみに見てくださいということで、今から中に入っていきたいと思います。お、こんにちは。こんにちは、里崎さん。すみません、ご無沙汰です。お久しぶりです。よろしくお願いします。どうぞこちら。なんか今年も、はい、いいベースボールが、はい、バブル始まるということで、はい、潜入してきました。ありがとうございます。この辺で初めて、はい、でも去年は、はい、リーグ優勝して、はい、日本シリーズ行って、はい、最後ジャイアンツに負けるという、はい、ちょっと苦い。あれどうだったんですか。全力で応援してたんですよ。ありがとうございます。いやでもみんな全力で頑張ってくれてたんで、うん、本当になんかすごく楽しいシーズンをくれたなっていう印象はあります、うん、しかも一昨年がね、そうなんですよ、からの、はい、ジャンプアップじゃないですか。はい、一昨年大会からいきなり1位になれると思ってなかったんで、うん、本当に充実したシーズンを送れることができたと思ってます。今年はどうですか。あ、そうですね、まあ上々のシーズン準備はできているんじゃないかなというふうには思ってます。あとはもう明日、はい、12月5日から開幕と、はい、その通りでございます。ということで、はい、え、打撃とピッチングはどっちが柳選手は得意なんですか。僕は打撃の方が得意です。じゃあ頼もしいですね。そうですね、打って活躍を見せる。ちょっとリアルはね、ホームランが少ないんでね、パワープロだけでもホームランをいっぱい答えづらいですねいいですか。いいです素人とチャレンジしてもらって、まあ、ぜひやってみましょうよ。いいですか。明日から開幕なのに、はい、負けちゃったら交代ですよ、僕とえ、でもチャンネル的にコテンパンにしちゃって大丈夫ですか。え、全然問題ないですね、あれだね、今決まったね。もし俺が勝ったら明日からの参戦は俺と交代なんかユニフォームもチェンジね。プレッシャーが、プレッシャーが得意なんですもんね。ピッチングは得意やから僕が打てるわけないんですよね。じゃあちょっとここで一戦やってレギュラーを奪取したいと思いますじゃあちょっと勝負の場に行きましょう。はい、じゃあこちらどうぞ。でもなんぞこれすごいっすね。はい、これはちなみに何すると思うんですか。はい、ここはですね、実技ルームと言いまして、はい、e スポーツ銀座スクールで、ここでゲームの、練習をしています。はい、はい、私もここでですね、はい、講師をやっているんです。そうなんですか。はい、じゃあもしこのなんかスクールに入校すれば、はい、下山さんとか、はい、他のプロの方に教えてもらうこともできる。はいはい、もちろんパワープロに限らず、他のゲームのタイトルも、はい、カリキュラムに含まれていますので。でそれがあるんですもんね、はい、各々の時間割が、はい、ありますで講師もされてるんですよね、はい、すごいっすね、夢あるねさあということでここからはパワープロ対決、この大きい画面に映ってますからね、皆さんそこで確認してほしいんですけども、セッティングしましょうか。はい、まあ、僕らはプロはエキスパートですもんね。エキスパート、はい、これエキスパートって何が違うんですか。ですね、投球のところに二度押しっていうのがあると思います。非常にあの投球の難易度が上がるようになっています。でノーマルとの違いはそこだけなので、佐々木さん申し上げたルーキーかフレッシュ設定とか。いやいや僕もノーマルですよ、歴があるんですから。失礼しました、はい、じゃあそのまま、はいはいはい、チームですね。はい、でも僕らはマリーンズ。マリーンズですよね、はい、じゃあ俺どこにしようかな。あれなんか S っていうのがあるんですね。なんですこれ、はい、あこれ、里崎ジャパンです里崎ジャパンありました里崎ジャパンね、はい、考えてきたんです。だってジャパンですから。あ、まあ、そうですね。だからユニフォームあるじゃないですか、はいはい、僕もちょっとユニフォームをちょっと着替えまして、やっぱこうスーツでね、あれなんで、はい、じゃじゃーん、
すごいね。ジャパンです。ジャパンですね。ちゃんと名前ついてます。うわすげえ。この本物の WBC のユニフォームを着て、今日はこれを戦闘服にして戦います。さっさきジャパンのチームの編成も、はい、なんと今年の12球団のプロ野球のロッテ以外、明日もしオリンピックがあったらっていう体で選びました。はい、すごい。日の丸ですか。待って、はい、だからあの1番センター柳田で2番ショート坂本で3番にレフト佐野で4番サード岡本で5番ライト吉田正尚で6番セカンド浅村7番ファースト村上8番 DH 中田翔で9番大城です。ピッチャー大野、今のところは今日は大野がいいんで沢村賞の大野で、はい、で中継ぎがあの松田で平、はい、で森ソフトバンクで祖父江タイトルホルダー山本が吉野部がもういつでもいけますよと。であとヤクルトの清水、はい、あとあのベンチにあのダイソー松田でキャッチャーで控えて甲斐、はい、であのサード大山で、まあ、梶谷で長野代打でね、代打で4割5分5厘打ったんで、いやもう代打素晴らしい成績です。で鈴木大地もうどこでも守れますよ、はい、で近藤鈴木誠也でまたこうダイソーのシュート、はい、これですベンチ入りが。リアルでも強いしパワープロでも強い編成になりましたね。そうです、だからもうこれで戦いますよ。完璧ですね、はい、ピッチャーはエースは誰なんですか。ピッチャーは今のところ佐々木朗希選手が一番やっぱりパワープロ的にも今強いです。あ、そうなんですか。はい、まあ、この能力、この球速出せる選手が本当に少ないので、はい、もう力こそ全てみたいな感じですけども、球速って本当に大事でパワープロでは、はいはい、まあ、なんでうちではほぼほぼもうプロリーグでもがエースやっぱり使用していく予定ではあります。頑張りましょう。頑張ってくださいまたこのグラフィックスが綺麗んだよね。そう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 、沢村賞だからね。第9投げました。ちょっと待って、落ちるな。第9投げました。めっちゃ配球ガチな。第3球を投げました。打った当たりが、打球が左中間に上がった。おい風が強い。しわセンターフライやろ今。ラリー先制のチャンスを迎えます。加藤やっぱり大きいのは仕方ない。打つからいきなり先制のチャンスを迎えています。第2球投げました。えぐい、えぐい。第3球を投げた。危ない球。第4球はインコース高め、ストレートは外れても、投げた、見送ってストライク。第6球を投げた。打ちました。オッケーオッケー。中間に上がったら取りました。三塁いいよいいよいいよ。俺もやれるよ。打てないな。俺は打てないぞ。投げた。第2球投げた。バッターの足元動かしね。第3球を投げました。打ちました。これはいい当たり。一番いいヒット。全然いい全然いい。井上いいバッティングを見せました。アリーなおもチャンスが続いています。第9投げました。おさあチャンスよ。投げました。打ちました。いや球が速い、速いとこいけない。これはやばい。投げました。アウト。第4球も投げました。うまい。バッチャップいきましょう。まあまあまあまず1点掴みました。ボールの中継。まあまあまあ、安田はね、よく打つんだよ、犠牲フライね、シーズン中も。しっかりとシーズン、打点稼いでくださってますから。第3球、打った。おーい、いるかいる。やってる。オッケー。よーしよし。十分、十分。右の佐々木、マウンドに上がります。プロの厳しさ見せてやる、佐々木朗希に。159キロヒット打ったことあるからね、クルーンから。あ、当時の最速。そう、1回の裏いい対抗よ。第9投げた。初球からタイミングあった。タイミングあった。第2球投げた。おお落ちるね。第3球はシンプルにいきましょう。
行こう。いいよ、振っていこうよ。振っていくのがあれだからね。第9投げた。若干読まれてる。初球ストライク。第2球。初球決まってストライク。ビタビタや。第3球を投げた。高め。ストレートは外れても。第4球を投げました。低め。フォークは外れても。いいよいいよいいよ。スタミナめっちゃ減っていってるよ。さあ、投球は5球目。投げました。よいしょ。空振り三振。2者連続三振。左バッターボックスは3番草野。投球得意だ。第1球。打ちました。初球打ち。一回打ってからアウトコース。打ちました。ああ、危なかった。おう、まだボールを持っています。完全に外れた。おう。第3球。難しいね、それ。それむずいよ。第4球を投げました。よいしょ。打球はライトへ。ライト前に出るヒット。福田、ナイスバッティングです。いいよいいよ、まだヒットだからね。ダイソーとダイソー、持ち掛けよ。何ガチで来てんねんって。そういうことか言ってる。誰誰ダイソー誰。一番いい和田選手を。おお。いただきます。ダイソー投入。いけるよ。まずは一塁ダイソー。タッチはセーフ。投げました。投球も。いやダイソー。和田選手は走りやすい。早いですね。早い。めっちゃ早いし。里崎ガイアは浅めの守備を取ります。第5球、投げた。打った。OK。やった。帰ってこい。2塁ランナー3塁まで。早いさ。早い。早すぎる。めっちゃ早いし、足。ランナーは始まった。まあ、田村もね、こういうところで大丈夫されないような選手になっていかないといけないね。じゃあ、行きましょう、佐藤俊也選手で。行きましょう、行きましょう。バッターは第1、佐藤。第1球、投げた。バッターの足元。第4球を投げた。いや、待って、これ、ゲッツだ、ゲッツだ、これ。ガチでやってた。取った、セカンド、フォースアウト。おい、ランナーは1塁変わりません。じゃあ、交代。うちはもうピッチャーいいのいっぱいいるからね。山本。いや、この系統はすごいな。山本、今日2人が中ってきて出てはいけないよ。松田戦相手にどういった球を見せるのか。第1球、投げました。初球外れても山本、なかなかサインが決まりません。入った、い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 った、よいしょー。やっぱ打撃は得意なので打たないといけない。完璧ね、完璧でした。次は5球目、投げました。足の中ゲッツだ。ガチのゲッツやん。完璧に満たされましたね。ゲッツは。第9、投げた。初球を打った。OK。取りました。コンツマリ。じゃあ、まっすぐ行け、首位打者。左の山本投手。ああ、俺山本得意。ピッチャー交代です。本当にカットボールギュンってきますからね。第9、投げた。初球。おっす、やばい、何今のカットボール。第9、投げた。見たことないよ、俺。そのリアルでもそんな。第3球を完全に外れた。ボール。まっすぐはさっきより遅い、やっぱり。投げた。空振り三振。やっぱカットボールやばい。キレがすごい。ロッテキラーだからね。ロッテキラーついてるから。やめた。打ちました。なんで俺の時バックネットまで行かへんの。もう投げました。よしよしよし。よしよしよし。はい。ガム。ありがとう。セカンド取りました。これでバットを投げた。意味ありません。さあ、ディフェンスポイント。チャンスをものにしたい。マスダ交番。右の総理。何の一番目の交番。シュート勝てすらない。第9投げました。いや、打てん、これは初見じゃ打てん。センターへの犠牲フライになるか。抑えた。3塁ランナーは立ち上がる。形よ、形よ。あー、強い。それだけでよかった。ランナー2人を置いて迎えるわけで、今日2打点を挙げています。ホームラン打ってんのに合います。ランナー2人を置いて迎えるバッター。俺、角中の嫌いなところ知ってるからね。どこだ。第9投げました。あ、ど真ん中。そうだ。びっくりして振れないっていうね。第2球。
球。お。やめてー。2球目は逃しませんよ。2球目は。やめてー。1人ずつ OB 出てきてそれで戦って、うわ絶対楽しい。面白そうですね。面白そうです。試合中気になったんですけど、はい、なんかガム食べてませんでした。ああはい、これですか。はい、それ何なんですか。これですか。これは僕ら専用のガムなんです。はいはい、はい、あのロッテ中央研究所さんが僕らのために e スポーツ用の、はいガムを作ってくれたんです。なんかオリジナルなんですよね。はい、はい、もう味から硬さ、はい、あと形状ですか、そういったものを僕らがセレクトして、はい作っていただきました。じゃあ複数の中から自分の好きな味とか、はい、硬さも固め柔らかめとか、はい、そういうのもオリジナルで、はい、えちょっと、はい、食べていいんですか。あ、よければこちら里崎さん、はい、こんなでもこれあれなんですよね、市販されてないんですよね。はい、はい、もう非売品になります。わお、世界に一つだけのガムになってます。はい、形状はなんか普通ですね。そうです。別に見た目も普通のガムに見える。じゃあちょっと食べてみます。うん、結構固めっすね。あ、そうなんです。これであのミドルタイプっていうものになるんですけども、うん、通常の市販のガムよりも、うん1.5 倍くらい硬いものになってる形になります。なんか聞いたところによるとロッテの選手もオリジナルで何か作ってもらって、はい、その要因で今年強かったんちゃうかっていう巷の噂があるんですよ。だからそれをね、選手に本当はインタビュー行きたいんですけど、それはどうなのかとか、オリジナルね、井上とか鳥谷中村とか清田とかね、それとか個人の特徴ガムの聞きに行きたいんですけど、このご時世だからなかなか行けないじゃないですか。コロナ禍が終わったらそれも選手に直撃してインタビュー取りたいんですけど、それと同じってことですよ。そういうことになります。いわば、はい、じゃあ
その本戦も練習も噛みながら、はいはい、そうです、はい、どうですか、ちなみにその噛む前、噛まな、ガムを噛まないでやってる時、もしくは市販のガムを噛みながらやってる時と今と何が大きく変わったんですか。そうですね、やっぱり日常からガムを噛む癖がつくようになってきて、なんでしょうね、ガムを噛んでた方が変に体に力が入らない、なりにくくなってるなっていう感じはしますね。しかもオリジナルっすもんね。あ、そうなんです。去年はリーグ優勝、はい、日本シリーズで負けた、はい、今年はどうですか。いやもう悔しい気持ちしかないので、はい、もう一回奪還できるように、はい、もうこのガムと一緒に頑張っていきたいなというふうに思ってます。そうですね、まあ、僕に0対8で勝ったんですからいけるでしょうというところで、はい、12月5日ね、はい、明日から開幕というところで、はい、まあ、皆さんもね、プロ野球ファンの皆さんいると思うんでね、その自分たちのリアルでの推しチームと同じようにね、自分たちのチームの選手を応援してもらって、なおかつね、これを見てもらえば楽しいと思うんでね、e ベースボールを楽しみながら、このオフシーズンね、このドキドキ感を皆さん維持してね、楽しんでもらいたいですね。はい、はい、そうですね、はあ、できたらね、応援してもらいたいんですけど、推しチームいると思うんで、一番盛り上がるんがね、一番いいんでね、ぜひ皆さんも注目して見ていただきたいと思います。詳しいことはですね、概要欄に載せてあるんで、そこからクリックしてチェックしていただければと思います。ということで、今回はコテンパにやられましたけども、本戦を見ながら、もう一回ね、e ベースボールの素晴らしさと楽しみさを感じてですね、応援していきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。